今回は、僕らの YouTube このチャンネル始まって以来のスペシャル企画になってます。始まって以来どういうこと？今回スペシャル企画ということで、はい、なんとこちら、うまいこれ。お年玉？何？10万円入ってます。10万円いただきました。今から皆さんこの6人で1泊2日今から行く？1泊2日え、パンツマジで持ってきてないでしょ。それって先生待って、俺パンツ履いてきてない。俺明日美容院なんだけど。でもそちらのキャンセルします。僕の方で担当者教えてもらう。今からプチ旅行みたいなもんですね。で、宿もご飯も例えばちょっとコンビニ行きたい。それこそパンツ、歯ブラシとかも何もかもこれでやります。いや無理だ。いや無理だって。マジで決まってるでしょ。でも宿は、いやそれも決まってない。本当の未定でございます。まずあとないってこと？何もない。だから本当にアポ取りから僕たちやります。で明日舞台休み？明日ない。だから今日だから今日さっきまでやってたのに。今日今さ舞台終わったらマネージャーさんに速攻車で連れてもらう。昼間終わってすぐ来たばっかり。そうです。お風呂入ってないでしょ。汚い。このままスーッと口に残っちゃう。まあでも移動手段としてちょっとバスは準備していただいてます。でも運転手いないって。待って、誰か中学校持ってない。中学校持ってない。中学校持ってないって。それは押します。みんなでバスは使いたいよ。サスケ区間で。どんだけ何人で移動できるか。下り坂は楽だ。逆に危ねえ。下り坂逆にやばいっすよ。決まってることは全部まず教えて。あ、そうだ。10万円もらいました。10万円でやりくりバス。僕たちが何回かこれ多分言ったやつかな。うん。だからあの明日富士サファリパークのスペシャルツアーも、実は用意してくれて、なるほどね。富士近くに泊まった方がいい。そうです。まず今日飯か。そうです。じゃあ早速移動していきましょう。あれ、やつか。じゃあバイバイ。熱いじゃん。これしかない。行きます。こんなとこ使うならもっと面白いとこ使ってる。じゃあとりあえず宿を押さえましょう。まあ窓とか開けるよ。そうか、宿も決めなきゃいけないか。そうやることいっぱいあんな。ね、富士宿ランキングって調べるよ。はい、うん、いいよ。貸切露天風呂とかあるよ。うわ、だからさ、川口湖とかさ、芦ノ湖とかさ、そっち系のさ、湖系。うん、じゃあ川口湖でとりあえず調べる。川口湖で調べて、うん、だから都内の例えば焼肉屋さんとかで食べて一人5000円で行けんね。そう、そこジェシーの知り合いのとこ行けば。いやでも待て移動、そっから移動2時間ぐらいかかる。でもじゃあこっから近いから、恵比寿だから美味しいよそこ。行っちゃう今日は。ほうとう専門店だって。え、そういうさ、名物系にする？俺、せっかくならさ、名物系がいい。そうだね。8時にしよう。俺でもあれなんで、恵比寿に知り合いがさ、焼肉やってんだよ。いいとこやってんの？おい、何回やってんの？ここいいな。そう、1人5000円で行けんだよ。何回やっても使わねえ。焼肉屋さん？じゃあちょっと、1軒目、よさげなとこをサイトを見つけたんで、ちょっと電話してみます。お願いします。出るか、出るかな。おちょびねこ。出た。はいはい。はい。俺の携帯だよ。練習？はい、こちら星の宿です。今日ちょっと6人で撮影も伴ってるんですけど、ちょっと宿泊させていただきたくて。はいはいはい。部屋が空きってございます。空いてますね。え、どなたですか？一応ストーンズ。ああ、なるか。ストーンズですか？はい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 。どうしました？あの、ちょっと言った止めとけ。言った、申し訳ない。あの、練習になった。じゃあ、本当に夢の宿電話しますよ。はーい、よし。ありがとうございます。こちら情報予約でございます。すいません、本日の、はい、ちょっと宿というか宿泊を考えてまして、はい、ちょっと撮影も伴ってまして、宿の空きがあるのかと撮影ができるのかっていう確認とかってできますか？ご利用何名様にいらっしゃるのでしょうか？6人になるんですけども。6名分の宿舎は貸してもらえませんので。あー、そうです。お待たせしました。すいません、失礼します。ダメか、6人ってやっぱないのかな。厳しいんだ。もう宿係を1人決めちゃった方がいいと思う。そうだね。責任重大だ。もう1人はなんとかさんと4人は、4人はサポートね。サポート頑張って、頑張って。マイコン、マイコン、おしゃれ、きれいきれいっていう係を4人で、任命したのはもうコーチです。コーチ宿、コーチは宿係、宿係。
一番最年長だからちゃんと言葉遣いをしっかりして、はい、大事だからね。一回ジェシーと練習して。オッケー、はい、もしもし。はい、もしもし、こちら星野リゾートです。あの、すいません、はい、今ジャニーズジュニアチャンネルというものを撮影していて、はい、YouTube の企画なんですけど。はい、どんな企画ですか？広げるなよ。こちらあのどんな企画来ちゃないと。客室担当がすごい企画があるんですよ。ほんとにすごいすんごい企画があるんで。客室担当はあれ、こちら今誰ですか？あれ、何人でいらっしゃるんですか？私もそっち行っていいですか？何も言い過ぎだよ。そんな客室担当今までで行けると思う。こんな人いないから。こっちほぼ喋ってねえ。ねえ、あれじゃん、民宿とか旅館とかの方がいいんじゃない？ああ、でもいいね。信号機あるよ。マジかよ。うちんちの車持って母親に停車させるよ。キレ悪いな。難しいんだよ。多分ね、信号機難しい。ジェシー、はい、信号機あるよ。信号機あるの、くっそー。ピンク色も追加しよう。ジェシー、三脚あるよ。三脚って何？ジェシー、カラオケあるよ。もうカラオケあんの。よっしゃ、18番。死んだろ。何？ガソリンスタンドあるの。ガソリンスタンドあるの。マジかよ。ガソリン飲めよかった。飲む。危ないから。もしくはガソリンでカツあげればよかった。それだよ。はい、100万点入ります。今日は153円です。えいよ、けいです。おい、キュウリもキュウリもキュウリも売ってます。俺死んだろ。何？でっかい駐車場ある。でっかい駐車場あるの。そこでカツあげの屋台出せばよかった。カツあげの。死んだろ。この車クーラーついてるわ。クーラーあんの。そこでカツ冷ませよかった。食べやすいように揚げのやつのサメ。うまいな、カツ。やけどしちゃうから。死んだらうまいな。駐車場止まったわ。え、はい、ちょっと皆さん、まあとりあえずご飯屋さん着いたので降りていただいて。着きましたか？到着、プラタ住所到着です。はい、じゃあとりあえず皆さん降りてください。はい、来ましたよ。はい、はい、ということで、待って、すごいよ。皆さん、今日のお食事はくら寿司。でもマジ、全然食ってない俺。くら寿司行きましょう。行きましょう。でも、俺これ行ってきていいですか？いいよ、俺も。ああ、ほら、めっちゃ良いかも。乾杯。あ、こんな美味しいの飲んだことない。もう、食べて。今度食べようよ。冷やしタンタンメン。ハンバーガー。いいんだけど。チャリカレー頼んでくね。シャリカレー。はい。おぉ、おぉ、エビッチさん入ったんだ。来た、おめでとうございます。お願いします。
誰たまたまゆずポン酢もあんだ。いただきます。ゆずポン酢いっちゃおう。うん、うまい。お待ちお待ち。うまっ。うん、カリカレー。ずっと食べたかったんだ、これ CM で見てて。こっち来ちゃう。うまい。なるほどね。おいしい。慎太郎だよね、サーモンめっちゃ好きだよ。サーモンがサーモンずっと食べてるよ。俺ね、大人になってから最近ね、イカがすごい好き。それこそストーンズ全員こっち確認いっちゃうと思う。あ、そうだね。俺あと、永瀬廉と二人で寿司とか。へぇ、でも本当美味しいな、シェフ呼んでもらいたいな。テレビのやつってあれ、本当に撮ってたんだね。でも、自分たちでももうできる子だから。うまっ。タイガが結構食べるんじゃない、寿司屋さんだったら。あれ、寿司好きなんだな。でも、ポテトめっちゃうまくない？うまい。今ね、多分ね、意外とお腹いっぱい。俺も食べ喋ってねえから。来たなぁ。そんなお腹空いてたら幸せだよ、本当に。30分も早めに行かされるんだ、人って。みなさん、ごちそうさまでした。ありがとうございました。美味しかった。美味しかった、本当。美味しかったのはいいんですけども、今回予算が決まってますので、これが大体いくらなのかって予想を。僕は本当に、3000円とかだと思います。でも一人、俺も2700円。一人1万まあ大体1万ちょっとぐらいじゃん。そうね。ビックロスもやろう。ちょっとちょっとお客様のお会計が1万2000円。あ、いきなりなんだけどさ、はい、なんか相談事ってある？リアルなやつだと、うん、あれですね、身長が伸びない。あ、身長が伸びないのが悩み。はい、牛乳を飲んでみたりとか。ダメだった。はい、伸びないですね。家計上どうなの？家計っていうと、婦人家の中では僕が一番身長が高いですね。高い、高いんだ。高いの。でもあれなんじゃない？何ですか？泣くはやっぱそのちっちゃいままの方が可愛いキャラを入れるんじゃないかな。全部は悪くなってきた。マジで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 。ハグゲ。ハグゲ。マジ。やれ。流されてる。おお、はいはい。ごめんね、ありがとう。バイバイ。バイバイ。あと誰がいる？トラビス。スノーマン、ハイハイビーチショー、サックンとか。いや、サックン、でもサックンに俺らに言うことあるでしょ。いや、え、あ、安倍ちゃんとか。安倍ちゃんとか。安倍ちゃんに電話してすげえ難しい問題出してる。ああ。すぐ答えられるか。俺がまず一つ質問ある。え？そんなしらけさせるの？すごくね。安倍君と電話したらね。どんな人？え、日本で一番有名な人誰だ？ハハ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 。うわー、すげー。あ、着いた。あ、いい。到着。到着。イエーイ。